ヘストン JC6 ヘストン JC6AOBA 2 45ヘストン JC6 はヘストンエアクラフト社により設計、製作された観測機の試作機である。ヘストンエアクラフト社は以前にヘストンフェニックス、ヘストン T137 やネイピアヘストンレーサーを製造していた。この JC6 はヘストン A 2 45や ヘストニア OP という名称でも知られている。ヘストン JC6 はイギリス陸軍向けの観測機を求める航空省要求仕様 A に45に応じて設計、製作された。ヘストニアクラフト社は2機の試作機を製作し、初号機の VL529 が1947年8月に初飛行を行ったが、試作2号機が VL530 は飛行することはなかった。JC6 は先端に垂直尾翼を備える水平尾翼でつながった日本のブームを持つ全金属製の型持ち式単容器であり、日本ブームの間の中央胴体の後部に備えるデハビランドジプシークイーンで推進式プロペラを駆動していた。タンデム複座のコックピットは大型の透明キャノピーで覆われ、 首車輪式降着装置、短距離離着陸性能を持たせるため主翼には、スロットとフラップを備えていた。評価試験中に競合機のオースター AOP6 の方が高性能を示し、量産の発注を受けた。VL531 と VL532 の2機分のシリアルナンバーが JC6 に与えられたが、製作はされなかった。水蒸気型が、 サロピー100として、サンダースロー社で設計されたが、製作はされなかった。フライトインターナショナル、2セプテンバー1948。ありがとうございます。